もダメだもん。もう減ってきた。もう好きじゃないんでしょ。じゃあ俺は押してるよ。俺押した。もうダメだもん。俺押したよ。やめたやめた、やめたやめた。じゃあ言っていいですか。ねえ、いいですか言って。言おうかなって思ってるから。うん、ほんと。だからもうさよならとかやめて。ねえ、やめてね。バイバイとかやめて。じゃあやめてほしい、そういうこと言うの。やめて。なんか悪い時の俺みたい。言わ、そんなこと言わない。ありがとう。あれライターは、ライター知らない、こっち持ってきてない。ない。なんでない。どこやった。タバコをこっちでベッドで吸わないし。あったわ、目の前に。だからもう早く言えって言われたら言いたくなくなるじゃん。ねえ、てかさ、学習能力なさすぎ。ねえ、さっきやめてって言ったことなんでまたやるの。やめてくんない、マジで。だから言いたい方向に持ってけばいいじゃん。あゆみたん、ありがとう。ああ、まゆの言いたい時に言えばいいね。そう、だから常に言いたい。本当は100ナイスで言いたかった。だけど、言わせないようにしてるリスナーが何人もいて、なんか邪魔してるんだよ。本当に。あ、ね、ほら、ナイス取り消しとか、そういうこと言うから、どんどん言えなくなる。まあ確かに。でも聞こうとしてるからね。いや本当に。いや、この前のね、携帯 iPhone12 だってそう。400ナイスで確か言ったんだけども、私からしたらすごい重大発表で、ね、お金ない、ね、一文なしの眉が、ね、10万以上の携帯を買って、ね、配信頑張ろうかなって思う気持ちはさ、リスナーからしたら重大発表じゃん。そうだよね。それを重大発表じゃない、じゃあ今回も重大発表じゃないって決めつけてモチベーション下げてくるじゃん。だってそうじゃん。そうそうそう、このためにね。正直好きだけど150ナイスで言わなかったのは、だから前が言ってんのは一瞬の150ナイスで言ってんじゃないんだよ。例えばじゃあ200ナイスで、じゃ下がって150で、150でとどまればいいんだよ。わかる？だから言ってじゃ100ナイスになったら意味ないじゃん。言ってる意味わかります？そういうことです。わかるよね。だから200ナイスで言うわ。200ナイスで。いやいや、言いたいことわかるでしょ。
ね、結局じゃあ200ないしで200になった瞬間にさ、じゃあ、ね、150ぐらいになったとして、じゃあもともと150ないしでって言ったじゃん。言いたいことわかるでしょ、あの知恵がある人は。わかるよね。うん、150で言うって言ったんだから、言ってみて150が100になったら意味ないからね。そういうことだよ。あね、やっぱりね、マユリスはすごい分かってくれると思う。うん、すごい理解するよね。あ、みんな大好き今井のこと、なんだかんだね。そうなのかな、本当にそう。 ありがとうございます。3倍ありがとう。うん、あ、200いったの？本当に200いった？あ、200、204、205。あ、200いったんだ。マジで？200来た？ありがとうございます。前のために指動かしてくれて、あざーす。ありがとう。ねえ、フォローしてよ。なんかさ、私がフォローしようとしたらさ、フォローしてなくてさ、ね、眉がさ、フォローしてたら、眉だけフォローしたらなんか違うじゃん。なんか眉がフォローしようとした時に、この人のことフォローしてますっていう文字がないとさ、したくない気持ちわかるでしょ。ねえ、悲しいでしょ。一方通行だったのかなって。もう1時間経っちゃうよ。うん、え、今どんぐらいいった？今215か。あ、ありがとう。あ、ナイスは後で取り消します。あ、もうほんとだから、そういうのやめてって言ってんのねえ。メビウスオプションだから、そういうの本当にやめて。じゃあ言うよ、今から、今から言います。あー、自慢におっしゃったから移行した方が良き。誰？ハートありがとう。あ、いや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 、いいよいいよいいよ、大丈夫です。そうなの？うん、でも、でももう200達成してるじゃん。え？もういいんじゃないの？いや、いいよ、前に押さなくていい、いいよ。ごめんね、なんかさっき、なんだかんだ私結構なんつうの、好きだったから、ちょっとね、周りくどいこと言われちゃうと傷ついちゃって。 ありがとう、まゆさんに取り消さないナイスを。こまりちゃんありがとうね、10倍じゃん、ありがとう。こまりちゃんじゃん、ナイス。誰？あ、ゼロリスなの。だ、ゼロリス優しい人がいっぱいいるんだね。な、ありがとう。まいちゃん好き。まあでもね、重大発表言ってもう寝ようかなって思う。ゼロワンブロックしてんの？うん、ありがとうね。ありがとうございます。じゃあもうそろそろ言おっかな。じゃあタバコ吸っていいじゃん。ね、タバコ吸っていいじゃん。
いい？ありがとう。あー花火ありがとう。こんばんは。うん、ありがとうね。ゼルマユ応援してくれる人が いるんだね。あゆぴぴありがとうございます。あゆぴもねゼロリスだね。してたのに、ね、あそうなんだ、応援してくれるんだね。あ嬉しい、うん、嬉しいね。反対されてると思ってたからみんなにね、ゼロワンの彼女としてゼロワンのリスナーにみんなに否定されてると思ってて自暴自棄になってた時もあった。正直もうやめてやるって本当にありがとう。そうだからそのガチ恋が多いじゃん正直。あグリーンちゃんありがとう。ガチ恋が多いからこそみんなに嫌われてるって。病んでた、死にたいなとか。あのさ、タバコ吸っちゃいけないの？ねえ、タバコダメ？タバコずっと、ね、吸いたかったのずっと。だけど言いたかったからずっと我慢してたのタバコ吸うことを。あ花火ありがとう、ありがとう。寝てんの？えこれ何、これ言えないの？じゃあこれ言えない、でも俺この前さ枠切れたじゃんそれで、うん、配信続けてたら。あれはお金のやり取りだと思う。違うよ、お金のやり取りだと思うよ。そうなの、うん、あれ待ってナイス減ってるんだけど40ぐらい、うん、ちょっと祝前来ました。ちょっと祝電来ちゃったんだけど。でも喧嘩してる、してますかっていう内容で喧嘩してないから。うん。でなんか、うん、そう。大丈夫でしょ。ああ十個ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやちょっと待ってよ。なんで祝電来たらナイスが減るの？いや話す気あったじゃん。なんでこんな、てかなんかさ。この絶妙なタイミングで言ってく、なんか電話してくる、祝電させるリスナーがやばくない？アンチがね。え、なんかあの喧嘩してるんだったらもうやめてくださいって。あ喧嘩を、うん、いやはい
配信は？うん、対応してくれる。あ、そうなんだ。普通にしてください。あ、そうなの、うん、じゃあ、あの、何？じゃあ他のお客さんとか、うんうん、映してない、うん、とか大丈夫だよ、うん、え、もう次来たらさ、警察呼ぼう、うん、マジで。だからちょっと、今の流れで怒ってるかもね。怒って電話してる可能性あるね。あ、言っちゃった方が。じゃあ、うん、言ったらナイスしてくれますか。うん、あ、ありがとうございます。もぐちゃんありがとう、ね、もぐちゃんありがとう、ゼロマヤスキピン、ね、そういう、あ、ありがとう。そういう人に聞いてほしいね。何が？ゼロマヤ好きとか言ってくれる人ね。に何を聞いてほしいの？重大発表だよ。まあ、ね、そうなんだよね、うん、じゃあ言いますね。実は、うん、昨日ゼロワンと喧嘩したんですよ。ね、喧嘩して、もうこれはもう、うん、ゼロマン分かってるじゃん、うん、もう別れる、もうこれはもう無理だって。浮気もして、あ、こんなこともしてたんだみたいな、うん、なんか私そういう人無理って言ってたんだけど、なんか裏で私には言わなかったけど、パチンコしてるらしくて、パチンコ、うん、すごいショックで、パチンコしてたらしいね。あのパルパルとかとね、遊ぶんだ、ご飯行くんだって言って、裏ではパチンコ行ってたもん。私ギャンブルする男無理だから、だから、いや、もう無理だよ、こんだけ嘘つかれて、浮気未遂とかでパチンコもしてたんだみたいな、だから麻雀とか嘘ついてパチンコ行ってたんだみたいな。で、泣きつかれ、なんか泣きついてきたの。もう無理だよって。浮気、パチンコ、ね。で、バツに行って、もう最悪な3パターンでさ。なんか、じゃあギャンブルする人と、ね、結婚を見据えてお付き合いできる？え、できないじゃん。やだよね。え、結婚を考えてる人とね、パチンコ、ギャンブルが好きな男と結婚しようって思う？思わなくない？え、時間の無駄じゃない？パチンコくらい、うん、時間の無駄じゃん。なんか今私の時間をこの人にあげていいのかなみたいな。そうだよね。で、男だけだよ。え、それだけでって言ってんのは男だけ。でも女は絶対わかるじゃん。結婚を前提にしてる男がギャンブル好き。じゃあ、ね、子供できて結婚ね、して、ギャンブルね、で、急にじゃあ何十万も使っちゃったみたいなことになったらさ、どうなの？ね。でなんか生活費とかもさ、溶かしちゃうかもしれないんだよ。嫌だよね、うん、で、それでね、もう正直な話、もう無理ってなってたんですけども、嬉しいお話があって、これでもう許してもらおうと思って。あ、トンくんありがとう。で、その
許してもらう条件がなんと、これで許してあげようと思って、ハリー・ウィンストンのネックレスを買ってもらいます。ありがとうございます。ハリー・ウィンストンのネックレスを買ってもらえることになりました。またお金、これちょっとうちのリスナー不信感募るよ。金もくってなってるよ。ありがとうございます。もうこれでじゃあね、ギャンブルで使ったお金ってもったいないじゃん。だったらそのギャンブルでね、ハマって、ハマ